隅から隅まで随随とお願い立て祭ります。今月26日淡島ふるさと劇団の一日限りの復活公演が行われました。座長を務めるのは山北智義さん、劇団最高齢の93歳です。衣装やカツラなど舞台道具のほとんどが山北さんたちの手作り。島の仲間に笑顔を届けたい、歌や踊りが好きな島民が集まって20年以上前に結成したこの劇団は次第に評判を呼び、これまで香川県の100カ所以上で公演を行ってきました。新型コロナの影響で休止が続き5年ぶりの開催となった今回、ブランクはあっても体に染みついた笑いの演技は健在です。淡島の現在の人口は140人余りで、高齢化率は8割を超えていますが、パワーあふれる一日限りの名演の復活に会場は笑い声であふれました。もうあかんと思ったけど、なんかやれた方がいいな、島のためにな。もう負担のアドリブばっかり、その時その時は81歳頑張った。いいですね、やっぱりね、楽しいです。またやりたいなと思います。